今回は生後7ヶ月赤ちゃんとの時間に密着していきます。この日は平日で、この時間はお兄ちゃんが幼稚園に行っていて、お姉ちゃんがお昼寝をしている時間で、末っ子ナータンとの大切な時間です。最近はツムタンとウータンがナータンのことを気にかけてくれたり、ナータンもお兄ちゃんお姉ちゃんの後をついていったりして、兄弟仲良く過ごす時間が増えているので、それはそれでナータンにとって大切な時間だと思うんですけど、やっぱりこういう親を独占できる時間っていうのもナータンにとっては大切で必要な時間だと思っているので、たくさんは取れないナータンが親を独占できる時間をなるべく充実した時間にできるようにしたいと思ってます。そこで最近赤ちゃんとのスキンシップに取り入れたのが、ファムズのエンジェルフォームを使ったあわあわ体操です。このファムズのエンジェルフォームが皮膚を保護してバリアするスキンケアになっています。赤ちゃんとの接し方がわからないという方もいると思うんですけど、そういう時におすすめなのがこのあわあわ体操です。私も実際ナータンとのスキンシップや接し方について何かいい方法がないかなと調べてみたんですけど、月齢の低い頃からできるスキンシップとしてベビーマッサージを取り入れることにしました。私はこのファムズのエンジェルフォームを使ったあわあわ体操をやっています。あわあわ体操は赤ちゃんの成長や健康にいいマッサージ方法で、親子それぞれのリラックス効果も期待できるとのことだったので、赤ちゃんだけじゃなく親にも効果があるっていうのがすごくいいなと感じました。私が実際にあわあわ体操を始めていいなと思ったのが、こういう感じで赤ちゃんとのスキンシップだけじゃなくって、同時に保湿ができたりとか、その便秘解消とか、あと実際肌に触れてやるので、ここが乾燥してるなとか、ここにちょっと湿疹ができてるなっていうのが分かるっていうのもすごいいい点だなと思いました。ナータンの場合は今足首がすごく乾燥しやすいので、足首にはいつもよりたっぷりめにエンジェルフォームを塗ったりしています。であとナータンだけじゃなくって、今ウータンが口周りがよだれかぶれができてしまっているので、口周りに塗ったりして保護しています。実際にあわあわ体操をやっている時にナータンが落ち着いているなっていう感じがするのと、お互いにリラックスしてこのベビーマッサージができているっていう、この時間がすごくいいなと思いました。ではこの天使の羽アートをやってみようと思います。製品を購入すると天使の羽の型抜きシートが同梱されていて、すごいこのシートだけでも可愛いんですけど、ここにファムズベビーのエンジェルフォームを乗っけて、そうすると天使の羽みたいな感じで泡を乗っけることができるっていうやつなんですけど、ちょっと形が崩れちゃったけどうまくできました。なんかハーフバースデーとかの月齢アートとかで使っても可愛いかなって思います。本当天使の羽みたいでめっちゃ可愛いです。ぜひ皆さんも天使の羽アートやってみてください。で、天使の羽アートを楽しんだ後は、ここの乗っかってる羽の部分は背中にエンジェルフォームを伸ばして保湿します。あわあわ体操が終わってリラックスしたら眠くなっちゃったのか、授乳をしたらすぐに寝ちゃいました。一旦ここでお昼寝です。あ、でも俺ちゃんとある。はい、お昼寝は30分ほどして起きました。寝起きは結構いい方で、起きたらすぐに遊び出します。これはね、あ、ごめんごめん、これは木のボールがゴムでつながってて、こうやって
そういう感じで手につけても遊べるんです。キャ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 ー、トトトトト、ハート出た、ハート出たね、カラカラって言うんだよね。おいしい、おいしいね。最近はとにかく動くのが好きで、ハイハイしたりとか、最近捕まり立ちも始めたので、ハイハイして捕まり立ちしてっていう感じで、日中はよく体を動かして遊んでます。はい、で、あとは絵本を読んで時間を過ごしたりしています。ナータンは絵本を読むのがすごく好きで、なんか泣いてぐずってたりしても、だいたい絵本を読めば泣き止むくらい絵本が大好きです。まあ、なので0歳向けの絵本がうちには結構あるので、それを読み聞かせたりしています。今度またおすすめの絵本もまとめて紹介したいなと思っています。はい、この日は5冊ぐらい読みました。てぶたです。はい、ということでこんな感じで、平日のお兄ちゃんは幼稚園行ってて、お姉ちゃんはお昼寝中のこの時間はだいたいこんな感じで過ごしています。はい、今回紹介したのがこちらのタムズのエンジェルフォームです。これ赤ちゃんとの毎日のスキンシップにもすごくいいのでおすすめです。概要欄からファムズのエンジェルフォーム調べてみてください。ではまた見てください。バイバーイ。